19世紀末頃に描かれたタルペイア・タルペイアは、ローマの建国伝説に登場する、ローマを裏切りサビニ人に砦を明け渡した女性。国家犯罪者の処刑に使われたタルペイアの岩に名前が残った。伝承によると、ロームルスのサビニ女性の略奪の結果、建設直後のローマの女性不足は解消したものの、サビニ人との戦争が引き起こされた。 当時のローマの防御は、パラティウムの他には、カピトリウムに、砦があるのみで、サビニ人はまずこの砦の攻略を試みた。タルペイアはこの砦の責任者、スプリウス・タルペイユスの娘で一説では、ウェスタの巫女であったという。しかし、少女であったタルペイアは、ローマを裏切り、サビニ人の王、ティトスタキウスに砦を明け渡した。 20世紀前半に描かれたタルペイア一般的な伝承ではタルペイアは金銭を目的にローマを裏切りサビニ人が左腕につけていた金の指輪や腕輪を報酬に要求したタティウスが要求を受け入れるとタルペイアは砦の門へと続く道を明かしたためサビニ人は砦への侵入を果たしたその後タルペイアが約束していた報酬を求めると タテウスは腕輪を外し、同じく左腕に持っていた盾と共に、タルペイヤに投げつけた。他のサビニ兵もそれに習い腕輪と盾を投げつけ、その重さで、タルペイヤは圧死したという。別の伝承では、タルペイヤは偶然目撃した敵将、タテウスに一目ぼれし、その恋心からローマを裏切ったとされる。しかし裏切り行為は歓迎しても裏切り者は、 憎むといった感情を持っていたタティウスによってやはり、砦の制圧のタルペイヤは殺害された。この恋愛説に従ってプロペルティウスは死を残している。さらに別の伝承では、タルペイヤはサビニ人から左手のものを要求しながら実は指輪や腕輪でなく盾を取り上げることを目くんでいたと、される。この伝承のタルペイヤは完全な裏切り者ではなく、 金銭による裏切りを装った計略を用いていたことになる。報酬としてタテウスが腕輪を渡そうとしたところタルペイヤは盾を要求し、その計略に気づいたタテウスはサビニジンに盾を投げつけさせタルペイヤを圧殺したという。タルペイヤは殺害された場所に埋葬され、その場所はタルペイウスと呼ばれていたという。しかし後にタルクイニウスがその地を ユーピテルに献じた際、意外は移されタルペイウスの名も失われた。ただカピトリウムの岩にタルペイアの岩としてその名前は残り、古代ローマにおいて国家犯罪者をここから突き落とす処刑の場として使われていた。この他タルペイアの岩の近くにはタルペイアの墓があったといい一年に一度祭祀が行われていたという。ありがとうございます。